青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、クリスマスまで2ヶ月ということで、またクリスマスソングをアップしました。赤鼻のトナカイですね。いつものに譜面流れますので、曲の方から聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。聞いていただきました。赤鼻のトナカイですね。まあいつものように BJ は親指1本で弾いてるんですけども、これもしかしたら人差し指と、こういう風に人差し指入ってもいいかもわかんないですね。はい、人差し指で入れると弾きやすくなるかもわかんないんですけども、まあいつも弾いてる指で、無理のない感じで弾いていただければいいと思います。それでは解説編の方行ってみたいと思います。はい、一番最初ですね。これはまあどの指でもいいんですけど、開放弦が入りますので指の押さえ替えはできますね。こうですね。とにかく音を切らないっていうこと。はい、ここを、薬指から人差し指中指に行ったらいいかと思います。でこの後人差し指中指で1フレット2フレット2弦3弦行くんですけども、で伸びててちょっとぐらい離しても、もう音はだいぶ減衰してますのでいいかと思います。これ1本ずつ離さないで押さえとくことがコツですね。音が切れませんので。はい、この後ちょっと、押さえるところ考えていただきたいんですけども、ここで指を変えて、2フレット3弦2フレット人差し指にしてください。そうするとその後こういきやすいんですね。この後なんですけども、人差し指でいってください。はい、そうすると次の F メジャー7の5フレットが押さえやすくなります。薬指でいきましょう。で開放入れた間に指を離して3フレット薬指、こういう感じの指使いしてくださいね。ですね。はい、ここもさっきと同じ押さえ方でいいんですけども、今回それほど難しいものを一箇所入れるというのはやってないですね。切れないようにをとにかく注意して弾いていただければいいと思います。音がブチブチ切れるのは押さえる指が間違ってるということが第一番にありますね。でその次は弾くのを、例えばこういうのを弾こうとすると指が先に行って準備する、もしくは弾いた後
押さえてた指を早く離してしまう。それによって音が切れるんですけども、ここはですね、切れないように切れないように弾いていただくと、いいかと思います。1本ずつ自分で見直して、あ、この指にするから BJ のは切れてないんだっていうのを見ていただければいいかと思います。はい、まあBJ の押さえ方だけが完璧っていうのではないです。その他にも、私の指ではこの方が押さえやすいんですけどっていうのがあると思うんですけども、自分の押さえやすい指っていうのを見つけていただくのがいいかなと思って、あえて指番号は書いてないです。楽譜見るとどの指押さえます、どの指押さえますっていうのが書いてある楽譜があるんですけども、親切なんですけども、実際BJ がそれを見て弾くと弾きづらこれっていうのがあるんですね。それはそれを楽譜を書いた人の指癖なんです。で、 BJ が今説明したのも BJ の指癖なんですね。で、この指癖は皆さんに共通しないんです。で、それを見つけていただきたい。自分流の弾き方を、音を切れなければいいんですから、そういうのを見つけていただきたいということで、あえて、指番号は載せていないです。はい、それを見つけていただきたいというのがもう一個上の、ウクレレを楽しむ一つだと思います。はい、日本の楽譜っていうのはものすごく事細かに丁寧に書いてくれてあるんですね。それに比べて海外の楽譜とかを取り寄せたりしてみますと、もう最初のちょっとだけ書いてあって、あとは染み入れ、染み入れっていうのは同じように弾いてくださいって書いてあるだけなんですね。多分それを見てみんな適当に自分流にやってるので、向こうのミュージシャンっていうのは、奏法がいろいろあって誰のウクレレっていうのが分かると思うんですけど、日本人っていうのは大体みんな同じ音で同じフィンガリングでっていうのが、やっぱり同じような楽譜で同じように練習するから同じようになる気がするんですね。はい、ちょっと違う話に脱線しましたけど、 BJ のウクレレ講座でした。赤鼻のトナカイ、はい、あなた流のウクレレを楽しんでください。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない、大事なものはその先にある。すべて目に見えるわけじゃない、何も静かにゆっくり時を待つ。めちゃめちゃ綺麗ですね。